はい、どうも皆さんこんにちは、安永さやくです。今日も元気にね、商品紹介していきたいと思います。今回ね、届いたものこちら、何が届いたかわかんないので開けていきましょう。キャンプに使うための、ライトですね、モバイルバッテリー内蔵 LED ランタン2つです。 USB と USB-C ですね。こんな感じです。これは90度になる感じですね、はい、で立てれます。でこういうふうに、はい、USB、USB-C、C ポート、あ、USB-B と C ですね、はい、でスマートフォンも充電できるらしいです。でここは電源、はい、ですね、このボタンを押して1回目で強です、はい、で2回目で中で3回目で弱で微弱で切りで、3色選べます。電気を入れて、電気が入っているときに長押しをすると、中高色から、中白色で、もう一回長押しする、これが中白色かな、あ、電球色、中高色、中白色の3パターンですね、はい、はい、で、350ルーメン、一番強ですね、350ルーメンで、12時間、フル満タンで12時間で、250ルーメンで16時間、140ルーメンで、280時間、40ルーメンで80時間持ちます。はい、それを2つですね、はい、これちょっとねキャンプに持っていこうかなと思ってます。結構コンパクトでなおかつ、350ルーメンまで使えるので照らしてくれるのでめちゃくちゃいいと思います。はい、岩谷カセット風ホームメイドシリーズ、家庭にお店の楽しさをとなって日本製ですね、炉端焼き器炙り2ですね、はい、この前の、八府キャンプ場でマチョルタさんがこれ持ってきて持ってきてるのを見て、あ、これいいなと思ってまた購入しました。ちょっと残念なことに、これ見て破けてます。最悪。はい、開けていきましょう。バンドがついてますね。これのいいところは下に、ここに水を入れて、水を入れてここの中にセットします。はい、油が下に落ちます。
はい、下でここにカセットコンロを入れてオンオフですね。でガスがここに充満してここに火が出るという、ガスがここの充満して火が出るという感じですね。こうやって串を焼けるんですよ、はい、串が焼けるのでぶっちゃけ網もいらないかもしれないです。はい、こんな感じですね。で串じゃなく普通にバーベキューをしたいときはこれを畳む、まあ、反対にやるのがいいでしょうね。反対にやって網をここに乗せる。でこういうふうにする。はい、めちゃくちゃいい商品です。ちょっとこれで何か作ってみたいと思います。